福島臨海鉄道株式会社は、福島県いわき市の常磐線泉駅と小名浜駅を結ぶ貨物専業鉄道を運営する臨海鉄道会社である。日本貨物鉄道や福島県、日本火星などが出資する。福島臨海鉄道は、小名浜の東方にあるエナからの水産物を運ぶための馬車鉄道として1915年に設立されたいわき海岸軌道が前身である。 同軌道の起点の小名浜では、鈴木藤井三郎が、個人名義で特許を受け1907年に、上磐線泉駅と小名浜の間に付設した、小名浜馬車軌道に接続していた。1918年には、鈴木の軌道事業を継承した、合資会社東商会を買収し、泉小名浜へ間の路線が形成された。 1939年になると、小名浜に工場を建設することになった、日本水素工業に経営が委ねられ、小名浜臨港鉄道に社名を変更した。1941年には、製品輸送のため常磐線と直通できる 1067mm 機関の新線が建設され、馬車鉄道時代からの急線は廃止された。1964年、 小名浜が新産業都市の指定を受け、工業地域として整備が進められることになった。小名浜臨港鉄道は国鉄、沿線自治体、企業が出資する臨海鉄道方式で経営されることになり、福島臨海鉄道と社名を改めた。その後、小名浜ふ頭、藤原方面への支線である小名浜不頭本線を開業する一方で、1972年には旅客営業を廃止し、 貨物専業鉄道となった。しかし、貨物も輸送量が低下傾向にあり、2001年に小名浜不当本線を廃止している。東北地方太平洋沖地震による津波で被災した、仙土福島臨海鉄道本線の他に2001年まで小名浜港の不当に続く小名浜不当本線を有していた。2015年1月まで腕木式信号機が使われていた。 2019年現在保有する機関車は3両であり、DD552、DD5531、DD561 の在籍が確認できる。いずれの車両も専用船内の走行のため、デッキにパトライトを装備しているのが特徴である。日本貨物鉄道日立駅の業務を受託している。過去には、水戸駅、友部駅、内原駅の業務も受託しており、 内原駅には専用線入れ替え用に自社の機関車も常駐させていた。また、JR 貨物から受託していた貨車の交番検査業務は終了したが、コンテナの検査業務は引き続き受託している。八の林海鉄道、仙台林海鉄道からは、機関車の全般検査業務を受託し、小名浜駅構内の機関区に車両を搬入して、施行していた。 旅客営業は1972年に廃止しているが、その後も花火大会など小名浜で開催されるイベントに合わせて、東日本旅客鉄道による臨時旅客列車が運転されている。2007年10月14日には、鉄道の日に合わせ、福林鉄道祭り2007イン小名浜が、小名浜駅構内で開催された。その際にも、JR 東日本による 臨時列車が運転された。ありがとうございます。